はい、皆さんこんばんは。今夜もハーレーの時間がやってまいりました。ハーレーダブスの東久留米の伊藤誠です。バイク好きの伊藤誠です。突然ですが、私は何歳でしょうか？答えは後半に。今日のお題はですね、バイクに乗ると若返る、脳が活性化するハーレーに乗って若返るということでね、やっていきたいと思います。どういうことかと言いますと、ハーレーに乗ってる人、オートバイに乗ってる人ね、サービスエリアとかああいうところで皆さんヘルメット脱ぎますよね、当たり前ですけどね。その時にやっぱりね、某メーカーのね、マーケティング担当者の方がね、バイクに乗ってる人皆さんね、もう生き生きしてるよ ね。でも結構ね、実際にね、年齢聞くとね、結構行ってたんだなっていう方も結構いらっしゃると。もしかしたらそのバイクに乗るっていうことがね、これ若返りにね、何か関係があるんじゃないかなっていうのでね、今回このね、研究をねした人がいますね。でそれに着目したのが、この東北大学の加齢医学研究所の川島隆太教授という方がですね、2009年に、第1回目のですね、世界初となる二輪乗車と脳の活性化の関係ということでね、実験を、行ったそうです。その結果ですね、ちょっと面白いデータが出たので、今日はねそれについてやっていきたいと思います。はい、じゃあですね、その実験の結果なんですけれども、結果をね知る前にどういうふうな風にしてね、実験が進んだかっていうとですね、人の脳っていうのはですね、前頭前野っていうのがありまして、で脳の中の脳と呼ばれているものですね、それがですね、記憶ですとか、学習、社会生活に健全を営む上での鍵となる機能がですね、前頭前野だとここにあるわけですよね。はい、でここに宿ってて、でね、過去のさまざまなね、認知機能だったりとか、そういうのがやっぱり結構入ってきますよね。そういうことによって20歳でこの機能がね、停止するんですよ。実はね、このね、前頭前野の機能っていうのは20歳で、そこからあともう低下していくだけなんですよね。しかしですね、この低下していくだけだと思ったんですけども、それがですね、日常生活にそのオートバイを取り入れることによって、このね、前頭前野の動きがね、より活発になるんですね。20歳までで終わってたことが、こっから先またそれがね、ガーッと動き始めるんですよ、その脳前頭前野が。そうすることによって、今まで20歳で終わっていたものが、そこからまだ20歳以上になってもそれが動き始めて、その若返りの効果が体全体に行き渡っていくっていうことが、実験の結果分かりました。ということで、どういうことかというと、バイクに乗ることによってね、若返りにもうかなりこれが影響してきますよっていうのがね、この実験の結果分かったわけですよね。はい、ハーレーに限らずとはさっき言ったんですけれども、サービスエリアでね、そのヘルメットの時にね、若いなっていうのは結構やっぱりね、ハーレー乗りが多かったりとかするわけですよね。当然長距離に行くとなると、ハーレーに乗る人の率っていうのは高いわけですから、老けてきたなとかね、なんとかだなと思う人はね、どうしてね、みんなね、若いのかなとかね、思う時はやっぱりバイクに乗ってみてください。はい、ハーレーに乗ってみてください。はい、前、右足、それから右手、右腕、全部使います。全身使いますよね。これがやっぱりね、その前頭前野にもね、いい動きをするんだと思います。あと見る景色だったり、そういうのがね、やっぱり車にはないこのね、喜びがね、あると思いますので、ぜひね、これね、試してみてください。いかがでしたでしょうかね。今日はですね、脳を活性化することによって、ハーレーに乗ることによって、若返るということを、やってたんですけれども、他にもですね、バイクをね、日常生活に取り入れることによって、認知機能にも改善が見られます。精神的な健康にプラスになるというですね、ポジティブな、結果もね、科学的に証明されてますのでね、乗ってみて悪いことって多分ないと思うんですよね。嫌だな、もうなんとかだなと思ったのが、やっぱりね、結構ね、ポジティブな気持ちになったりとかするのもね、バイクに乗るとね、結構ある、皆さんね、あると思います。そういうのはね、やっぱり若返りにもね、つながってるんじゃないかなと思います。でね、私もね、こう見えてね、もうね、今年でね、還暦を迎えます。はい、ね、こんな格好してるけど、もう還暦ですからね。はい、見てね、どうね、ちょっとね、なんか言うだろうって、思う方もいらっしゃるかもしれないですけどね。突然ですが、私は何歳でしょうか？私は、昭和49年生まれです。はい、そういう感じでやってますのでね、はい、バイクに乗るということが、脳の活性化につながるということを今日はお伝えしたくて、やっていきました。ということでね、今夜もハーレーはバイクに乗ると若返りますよっていうのをやってみたので、ぜひね、皆さんハーレーに乗って今後も楽しい人生を送ってみてください。はい、で今日も私がこの着ている、T シャツ、ハーレーマークです。で後ろはね、無地ですので、このままね、終わりたいと思います。またね。What do we do to love when everything's said and done? What do we
do to love?